恒例のオープンです。あとは今切ったオープン。さあ今日はホットクックシリーズ肉じゃがをご紹介したいと思います。これも私ね、完成させてから3日に1回は自分で作って、めちゃめちゃうまい、そしてめちゃめちゃ簡単です。ぜひ作ってみてください。もう早速作っていきましょう。肉じゃがです。レシピ本最新刊子ども完食ママラ献立好評発売中、詳しくは概要欄をチェック。ホットクックの中には肉じゃがのメニューがあるんですけれども、一手間加えることによって葵の給食室の肉じゃがを再現することができます。まずは玉ねぎですね。玉ねぎを細く切っていきます。肉じゃがですのでホロホロになりますんでね、多少大きくても問題ないと言ったら語弊があるかもしれないですが、そこまで気にすることはないような気がします。まずは玉ねぎ。人参は乱切りです。4分の1ぐらいに縦に切って、お子さんが食べやすいぐらいのですね、大きさに切ってあげてください。大人の方が食べる場合は、一緒に食べる場合は、一緒に食べると思うんですけれども、ちょっと大きめに切ってハサミで切ってあげるというのがいいと思います。この後じゃがいもを入れるんですけれども、じゃがいも崩れやすいんですね。ここが一番苦労した点で、何回やってもじゃがいもが崩れてしまってペースト状になってしまったりしたこともありました。でその解決策、先に言ってしまうと大きく切るということだったんですね。人参はそこまでじゃがいもほど崩れないんですけれども、大きめに切って、そして後でハサミで切ってあげるというのが、大人も美味しく食べるコツなのかなと、ホットクックではと思ってます。人参と玉ねぎを切って、ここに油ですね、油を回し入れてあげます。ホットクックの中には肉じゃがのメニューあるんですけれども、その前にこの玉ねぎと人参、根菜類をちょっと火を通してあげると、より美味しい肉じゃがが出来上がります。手動で作るを選んで炒める、そして5分です。これで OK です。そしてあとは肉じゃがのメニューこの中に入ってますので、材料を5分経ったら全部ぶち込んで、そして肉じゃがメニューでセットで終わりと、これだけなんですね。期待して待っててください。5分間炒めてもらいましょう。ウェブサイト全レシピと毎週の限定ライブが見れるゴールド会員、詳しくは概要欄をチェック。さあそろそろ出来上がりますので、じゃがいもの準備をしたいと思います。先ほど言ったようにですね、一番のコツはこのじゃがいもの大きさなんですね。じゃがいもを小さくしすぎると、もう溶けてペースト状になってしまいます。何回かやらかしました。なるべく大きく、4分の1ぐらいに長っぽそくするぐらいがいいです。これ以上ちっちゃくするとペースト、もしくは溶けてしまいます。これぐらいですね。ちょっと大きめに切って、そして後で崩れますんで、そのまま食べてもいいですし、あとはねスプーンなんかでもほぐれますので、それで対処していただけると美味しく出来上がります。あとは豚肉も入れるんですけれども、豚肉もなるべく切らない方がいいです。だいたい豚肉は大きさこれぐらいで1枚くると思うんですけれども、あんまり細かくしすぎると、その分だけ火が通りすぎてしまいますので、固く出来上がっちゃうんですね。ですのでこのまま1枚入れちゃっても構いません。後でハサミで切ってあげた方が美味しい肉じゃがができると思います。大人もね、美味しく食べられると思いますんで。さあ出来上がりました。恒例のオープンです。多少曇ってますけれども、どうですか、この音聞こえますでしょうか。人参と玉ねぎを炒めると、その分ですね、肉じゃがを作った時にこの根菜類がしっかり炒まって火が通ってますので、人参のえぐみが出なくなるんですね。これ最初全部もう、ホットクックの中に肉じゃがのメニューがあるから全部入れてやっちゃおうって言ってやったんですけれども、どうも人参のえぐみが、根菜類のえぐみが取れなかったんですね。ですのでこのように先にまずは5分間炒めます。あとは今切ったじゃがいも、豚肉、先ほど言いましたように切ってもいいですし、ここはちょっと、長めに大きなものを入れてあげると火がじんわり通って美味しく出来上がります。大人の方なんかは好みの硬さに仕上がるの で切ってあげればいいと思いますので。そしてここで注意点は、なるべくダマに塊にならないように、なるべく広げて入れてあげると仕上がりが丁寧な美味しい肉じゃがが出てきます。出来上がります。あとは砂糖です。これは砂糖をお好みでちょっと調整してください。甘めの方が好きな方は多めに、そしてしょっぱい方がいい、しょっぱい肉じゃが好きだという方は砂糖は少なめにしていただけるといいと思います。醤油です。
グリーンピースですね、入れます。あとはお好みでここに、糸こんにゃくなど白滝などを入れていただけると美味しいと思いますので、お好みで入れてみてください。今日は入ってないんですけれども、ぜひ入れてみてください。そして再度蓋をして、もう水も入れません。メニューを選ぶの中からカテゴリーで探す煮物、実はこれ肉じゃが一番上に入ってるので、もうトップメニューから全部メニューを選ぶで、もう全部この決定ボタンを押し付けると肉じゃがに行き着くんですね。肉じゃがというメニューがありますので、あとは自動で調理を開始するだけ。ここで35分っていうふうに表示が出てますけれども、中が温まっているので途中でこの35分はだんだん短くなっていくんですけれども、まあ、約30分ぐらいでできると思ってください。はい、これでもうあとはホットクックがお呼び出しがかかったら肉じゃがができている状態です。楽しみに、何かね、音楽でも聴きながら本でも読みながら待ちたいと思います。レシピ本があればさらにわかりやすい子供がパクパク食べる魔法のおうちご飯、全国の書店やアマゾンで好評発売中です。さあ出来上がりました。中を開けてみたいと思います。オープン。うー、いい感じにできました。肉じゃがいい感じでちょっとね端の方が潰れて、さあこれを早速、実はですね、私肉じゃがが一番料理の中で好きなんですね。もうホロホロですよ。最初にねやったように、肉はちょっと大きめに、じゃがいもも大きめにこのように切ってありますので、必要であればお子様用にハサミで切ってあげてください。見てください、この美味しそうな肉じゃが。ちょっといただいちゃいましょう。おー、ホクホク。肉に若干この崩れたじゃがいもがまとわりついて、これもまた美味しい。呼びますか、もう全部一人で食べちゃいたい。入れましょう。青井さん、青井さん、できました。うわー、すごいすごい、美味しそう。なんかこれすごいね。え、なんていうんだろう。ほっくほく、ね、うん、じゃがいもも形があるんだけど、うん、ちょっと崩れてるっていうのが、すごい美味しそう。これ美味しいでしょ。ほっくほくでしょ。やっぱりこれちょっと無水で蒸気が逃げにくい形になってるから、このじゃがいもが美味しくなるんでしょうね、これね。おお、食べたいか。過去一かもしれない。過去一かもしれない。私が作ったやつの中も含めてうまいよね、うん、これまあ美味しいって言ってますけど、私最近3日に1回作ってますからね。いや、だけど、あ、その中でも一番うまい。そうそう、うん、ちょ、これじゃあ小太郎くんに持ってってあげてください、うん、はい、ということで、はい、美味しい肉じゃがができました。私は3日に一度このホットクックで作っていますので、めちゃめちゃ簡単なんでね、そして材料も少なくて済みますね。計量とかもね少なくて済みますので、ぜひこのホットクックで肉じゃが作ってみてください。はい、メインチャンネル登録者23万人の給食オタク葵が昔懐かしのレシピを再現する給食エンターテインメントチャンネル、ソフト麺、ミルメイク、揚げパンなど昭和の給食を完全再現。レシピは私が現場で作っていたものや昔の書籍を参考に作っています。葵の給食当番、気になる方は今すぐチャンネルに来てね。ごちそうさまでした。